はい、どうも、クラゲです。ということで、今回なんですけども、まさかの交換会で手に入れた林光太くんを使って、リアタイの方やっていきたいと思います。まぁ、ちょっとね、交換会で手に入れた画像とか、ちょっと撮ってなかったんで、ないんすけど、まぁ、とりあえず、交換会で来たんすよ。確か、累計がこの阪神の浜地さんやったかな？で、まぁ、林くん撮れなくて、がっかりしてたところ、ちょうどね、交換会で降臨してくれたということで、まあ、ありがとうございますということで育成しました。で、今年1年ね、林くん1軍での出場が0だったんですけど、ミパが70ってシリワンと変わってないっていうね、査定をされてるんで、まあ、一応このシリ2が最後に一番強いんじゃないかなと、個人的に思ってます。まあ、守備がこんな感じで、ただチャンス20丸高額打法回固め打ち、まあ、純正必須ではないながらも、まあ、普通に高弾道でホームランも打てるんで、もう本日はこの背景もさらにかっこいい林光太くんを使ってリアタイやっていきたいと思います。まあ、シンプルに聖夜さんと前田智則さんもっと使いたいっていうのもあるし、林くんを使ってみたかったということで、この時期にね、林くんの動画を撮ってます。ということで、3番において打っていきましょう。よろしくお願いします。相手の名前すごいな、読まれへんわ漢字一個も。お願いします。いや、相手の1番ノムケンさん、いや、いいね。やっぱ12球団で1番ね、こうやってカープの選手使ってるとなると、やはり目に留まるよね。いや、最近さ、マジで1年前ぐらい僕全然お風呂入ってないみたいな話をしてたんですけど、なんなら今年めちゃくちゃお風呂好きで、まあ、よく入ってるんですけど、なんならそのお風呂入りに温泉とか行ってるんですけど、わかる？共感してほしいんやけど、温泉のお風呂出た後の足場めっちゃ嫌じゃない？え、俺だけかな？いや、あれ結構気にする人多いと思うけどね。なんかせっかくお風呂なんか体洗ってさ、お風呂出るってなった時になんかまた汚れる感じがまた嫌みたいなって、最近温泉通い始めて思った。えぐ前田さん、えぐからの林くん、ちょっとえぐえぐコンビ見せてくれ。高弾道で広角やから割とね打てると思うよな、ホームラン。ただちょっと削られるだけでミートがね70とかなっちゃうんで、ミッパがそこはきついかもしれん。チャンス依存になっちゃうから特納の。いけやっぱこれよ。いや、このね、林くんやっぱ一番強くなるかな。来季からね、今年1試合も出てないから、ちょっと能力下がりそうなんで、まあ、この林くんが永久保存版になっちゃうかな。通常も出んやろうしな。いや、えぐいわ。バリ打ちやすい。スピリーグではね、だいぶお世話になったんで、この林くんを、せっかく交換ができたから、俺は愛用させてもらう。もう1年前はね、俺お風呂全然、入らんってなんかキモいけど、キモいってあれやけど臭いけど、もうシンプルに草の方じゃなくて臭いけど、1年前はマジで冬場全然入らんかったな。ただ今は温泉に通うほどお風呂が大好き人間になっちゃった。お、いや、マジで静香ちゃん顔負けのお風呂好きになった俺は。なんか空受けたらいいのに、ドラえもんみたいに地面から 0.1 ミリかなんか受けたらいいのにな。やったら地面触れんでいいから、そのまま脱衣所まで行けるっていう。いや、超えてくれマジで。いや、高弾道これがきつい。まあ林くんでホームラン出てたからいっか。国際腰痛連盟さん、対戦よろしくお願いします。腰が痛いんですかね、それぐらい。まあ、リアタイとかあんまりしない方がいいと思うけどな。腰あんまりね、いい体勢でするもんじゃないから、リアタイって。いや、せいやさん、マジで1日1ホーマーやな。いや、ほんまに、毎動画売ってますよね、せいやさん。なんか、パワーヒーが、まるで強いかのような、錯覚に陥ってしまうほど売ってる。あー、ちょっとこの打席、ちょっと、前田智則さん打てんかったけど、いや、大丈夫。林くんで打てば問題ないから。ミート削られても、まあ、パワーが73あれば、お、振ってないぞ、今のマジで。73あれば、マジでいいかな。え？いや、来年マジで頑張ってほしいわ。今年試合出場がゼロやから、ちょっと新井監督のもとでなんかね、不調でも経験として一軍で試合経験積んでほしいですよね、林くん。えぐ、今で打ちやすいんやから、本当にいつかね、アーティストとかほんまにね、なれるぐらいの実際になれると思ってるんで、ゲーム内でいう、まあ、現実でいうと3割30本40本なんならぐらいの実際と思ってるんで、まあ、来季本当に楽しみっすね。はい、友達消失していきますと。ピッチャーが坂東さんに交代は珍しい。でも結構あれよね、球質強いよな。ツーシームフォークで
タイピンあって、まあ、来年はさすがに S ランク、まあ、出ないやろうし、出たとしても、まあ、ジュニアトーナメントで出たとしても能力下がってるから、今年カープ純正でジュニアトーナメント取れた人はラッキーと思ってください。もう幸運です、福男。ちなみにラロッカの次がせいやさん、前田さん、林くんに繋がっていくんですけど、ラロッカはちなみにまだパワーヘイつけてないです。で、ま、これ前に動画言ってる気がするな、ラロッカの助けの時。先日の、まあ、前田智也さんの動画でラロッカに関して触れなかったんですよ。そう、ラロッカに触れなかったらパワーヘイつけたんすかって声が結構多かったんで、言うとつけてないです。なんか当分つける気ないごめんなさい、つける詐欺です。はい、せいやさん2打席目回ってきました。で、林くんにも2打席目回るかな。いや、えぐいぞ、2打数2安打2ホーマーで、え、なんなら前田智則さんの動画の前田さんより打ってるっていう、そんなことがあっていい？砲弾道の方がアーティストより打つって、そんな事態に陥っていいですかねよくないよね。だから前田さん打ってください。で、まあ今更になるんすけど、まあ、2000、僕が動画上げた2022年動画の中で皆さんが思う一番良かった、サムネとかを教えてもらえたらなと個人的に思いまして。入る、あー、入らんか、入るかと思った。まあ、よかったら教えてください。まあ、これチャンス20丸のみ、降格はなしですね。はい、まあ、個人的に僕が思う、まあ、サムネ良かったなって思うのは、まあ、田村さんの動画かな。まあ、なんか背景と相まってなんかフォントとかも良かったし、まあ、いい感じの仕上がりになったかなと思うんで、まあ、これを選ぶ俺は。ピッチャーカウント途中でマルティネス、いやー、得の消されたはい、だからまあちょっと動画作りのね、今後の参考にしたいんでナイスバッティング3打数3安打。まあ、全然2023年入ってからのサムネで、もしくはね、お気に入りのサムネがあるんやったらそれでもいいですけど、まあ、2022年で教えてもらえたらなと思います。まあ、それこそサムネがね、表示されんなって、サムネの大事さを最近ねちょっと痛感してるんですけど、やっぱり見えなくなってもサムネこだわりたいからっていうので、ちょっと参考にさせてもらいたい。ちょっと一瞬大野さん見えてカープ純正対決かなと思ったんですが、全然ちゃったわ。エセどころかバチバチ12球だった。12球団で大野豊さん使ってる人珍しいな。スリーボールフォアボールくれるの、先頭バッターいきなり。あははは、せいやさん打つな、全然打ちやすいわみんななんかパワーヒッターがどの頃言ってたけど、普通に打ちやすいっすわ。大会で超高速ってなるとちょっとあれかもしらんけど、普通に打ちやすいっす。で、来た82同値ついよ、これやばい。もうすでにここまで2本打ってるからな、ホームラン3本もいっちゃう。2度あることは3度あるんすよね。わあ、危ない危ない危ない、マイナス1、 OK、 マイナス1、 OK、 82同値はえぐい。いや、 OK、 うわ、何狙おう。パームとかホームランめっちゃしやすいやけどな。行ってくれみんな、これ隠れアーティストやろ